と、リルク、はい。そうだな。そうだな。ちょっと待ってよ。ノエルさんの行こっか。こっち側もクリアしたんよ。んで、あと2つのルートがあって各2つエンディングがあると思うから、任せてください。何でも私にお任せを。行っちゃいますか。そういえば何をすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでしたね。ノエルさん、なんか原神公式のさあるじゃん、動画、 YouTube の動画で、で声優さんが話すやつあるんだけどさ、なんかこう見てよかったなと思う部分と、まあ見なかった方がいいこともあんのかなって思う部分もあるよね。ああいうのってやっぱ中の人見ちゃうとどうしてもね、なんかがっかりすることはないんだけど、なんかこうやっぱりそのキャラクターの声として聞いてるじゃん普段で、なんかそのリアルにその人の人からそのキャラクターの声が聞こえると、なんかやっぱこう原神に使ってる身からするとさやっぱ変な違和感を感じるな、やっぱな、感じてしまうものだなと思った。まあ見ちゃうんだけどね、それでもあ、ノエルがノエルに会いに来ちゃった。それでも見ちゃうんだけど、指導精神光領セピロス剣術まとめ、まだ見たことないです。なんかいろんな声優さんが出てるよ。ガイア持ったよ別にガイア推しじゃないけど。こんなにたくさんの書物、試験までに全て見れますでしょうか。あ、先輩お久しぶりです。何か私に依頼したいお仕事が。あ、これも一回聞いとるからいいよね。え、ありがとうございます。そう言われてみれば確かに長いこと会っていませんでしたね。いや、ノエルのね声優さんの動画もあったんよ。でもなんかノエル結構主軸で使ってるんじゃん俺で、なんか顔がまずいとかそんな感じです。いや、なんだろう、いや別にそういうことでもないんだけど、なんだろうな、例えばノエルのはまだ見てないんよ。その声優さんの対談というか声優さんが喋ってるっていう動画なんだけど、やっぱこうイメージは崩れるよねどうしても。違和感あるんですよね。違和感はある、違和感は間違いなくある。だってまあしょうがないよそれは。だって例えばクレイっていう小学生、ランドセル背負ってる爆弾投げる女の子のキャラクターがおるんだけど、まあもちろん成人の女性が声優さんなわけじゃん。ただやっぱり違和感はどうしても感じるわな。それはもうしょうがないことじゃん、そういうもんじゃん。でノエルに関しては結構主軸で使ってるから、なんかこうなんだろう、なんかまだ見ようという気になってなくって、その動画を見てないんよねでっていう話なんだけど、うん、なんかやっぱこの感じでぴったりの声だと思うよノエルに関しては。まあ、他のキャラもガイア以外はそう結構違和感ないじゃん。でここで違和感がないっていうことは、他の人間とかからこの声聞こえるとやっぱり逆にそっちに違和感が生まれるから、そうないそういう感じない。そう、まあでもまあ見ちゃうんだけどね結果。どんな
どんな人が喋ってんだろうとかってやっぱ気にはなるよね。ここ最近試験の準備をするため、仕事と訓練の時以外はずっと図書館にいるんです。ガイアの中の人はどんな感じですか？いや、ガイアのもうなんか勇気が出ずに見てない。ガイアってそもそもあれじゃん、キャラクターそもそもが違和感を感じてるじゃん。ガイアのキャラクターに対してあの声の感じっていうのがちょっと意外というか、そこに違和感を感じてるから、多分普通に見ても声優さんからその声優さんの声が出ることにしっくりくると思う、逆に。でもなんかなんだろう、ガイアもそう、逆に見れてないな。今見たのはクレイと誰見たっけ、国政さんと、クレイと国政ん、あと誰か見たかな、あと誰か見たような気がするけど、あれだ、フータオだ、フータオとかその辺のや見た。で大体なんか質問で声優さんも顔出しで出とるんよ、思いっきり。んじゃけ、まあ、気になるのがあれば見てみたらいいと思うよ。ノエルもあって、ショーとか、あと勝利とかもあったと思うし。そう、クッペさんいらっしゃい。そう、もうすぐ試験なのですが、復習しなければいけないものがたくさんありまして。はい、スピロス騎士団の選抜試験です。私はメイドとして長いこと騎士団にいますが、本物のセピロス騎士になるためにはこの試験を通過しなければなりません。ガイアはある意味見てみたい、この下手くそとか叫びそうなんだろうね、ガイア不思議よな。でも違和感を感じて、でも俺も梅桃さんも違和感感じてるっていうことは、やっぱり違和感感じてる人多いのかな。あんまりググってないから、その大多数の人が違和感を感じてんのかは分かんないけどさ、なんか不思議よね、あの感じからあの声っていうのは。ただ以前にもたくさん失敗しており、今回もうまくいくかどうか。あれ、これ前どっちにしたっけな、手出すどっちにしたかな、覚えてないな。大丈夫です、私一人でなんとかなりますので。これは私自身の試験なのです。自分の夢を叶えるための乗り越えるべき困難でもあります。それに試験まであと何日かあります。モンド城の栄誉騎士様の時間を私なんかのために割いてもらうわけにはいきません。この辺見たの？しかし、もし、この辺見たわ。騎士団の予定によりますと、あと半年後です。どっちにしたっけな？半年、まだ少し日があるとは。ですので、この辺は見た。きちんと計画を立てまし、眠くなったらコーヒーを飲み、そんなことできません。急に、いけません。これで気分転換したらどうにしたと思うの？お見苦しいところをお見せしてしまいました。はい。しかし試験のことを考えると心が落ち着かないのです。勉強と訓練をしている時だけは気持ちが楽になるのですが、毎回のように準備不足なところを見つけてしまって、不安感がさらに増してしまうのです。試験、あ、これで場所を変えて不安を和らげようにしたんだと思う。なのでこっちにしよう。それは勉強だけにとらわれてはいけないということでしょうか。確かに試験自体の恐怖を克服できなければまた同じ過ちを犯すかもしれません。予想外の状況に陥ると思考が止まり、失敗が目に浮かんできて頭が真っ白になってしまうのです。試験をたくさんやってないと、試験成功時のことを想像した方がいい。試験にたくさん参加すれば
試験の雰囲気に慣れることができるのでしょうか。確かに復習すればするほど不安な点が出てきてしまうんです。試験の時も予想外の状況に遭うことがありますし、試験の雰囲気に慣れておけば冷静に対応できるようになるかもしれません。ですが一体どこへ行けば試験に参加できるのでしょうか。ランク試験、これは同じっぽいね。冒険者協会、試験を通過するだけで強くなれるのですか。不思議です。栄誉騎士様のおすすめなら私もやってみます。ちょっと紛らわしいな、ノエルでやると。キャサリンに会う。あ、ここから出れないんだ。あ、でも山田孝之さんとウェンティのやつは面白かったよ。あ、で山田孝之さんとウェンティのやつは、ウェンティは画面には出てこない。でもなんか原神ガチ勢なのはものすごい伝わってきた。ウェンティ役の声優さんがガチでゲーム好きなんだなっていう。そう、それがちょっと面白かったな。あ、じゃあディルクの声優さんとかも多分あったけど、まだ見てないな。なんだろう、なんか自分が使ってるキャラの声優さんのちょっと避けてる節があるかもしんない。なんかイメージ壊したくないのかな。失礼な話ではあるけど。山田孝之さんの半分くらい見ました。なるほど。山田孝之さんも結構好きだから、好きで、まあめちゃめちゃ好きとかそういうことではないけど、面白いなと思うから、どっちみちちょうどよかったね。 あの動画は。ランクアップの試験ですか。少々お待ちください。あなたの冒険経歴と最近の依頼達成状況を確認させていただきます。申し訳ございません、キャサリン様、試験に参加したいのは私です。ノエルさんがやっと冒険者協会に入っていただけるのですね。今すぐ手配いたします。 いえ、私はただ試験の雰囲気を体験しようと思い、まだ冒険者になるつもりはありません。申し訳ございません。そうでしたか、それは残念です。冒険者協会の試験は正式メンバーにのみ開放しております。冒険者の経歴と依頼の達成状況に基づいて内容が決められますので、ノエルさんに手配するのは難しいかもしれません。しかしもし試験の雰囲気だけを体験したいのであれば、サイリス会長にお聞きしてみてはいかがでしょう。近頃サイリス会長は冒険者協会への入会試験を準備されております。ただ内容がまだ決まっていないようです。ですのでノエルさんが先にお試しで受けてみても問題ないかと思います。実はあなたの加入とも関係がありまして、詳細はサイリス会長にお聞きください。会長は今エンジェルズシェアで試験内容について考えています。あそこにいるとひらめきを得られやすいとか。試験の具体的な内容はまだ分かりません。協会内部で出されたいくつかの案は全て会長によって否決されましたので。そうなると予想外の出来事に遭遇するかもしれませんね。はい、どのような内容が待ち受けているのでしょうか。うん、行こうじゃないか。またリルクでエンジェルズシェアに行くと紛らわしいよな。遺跡守衛を3体倒す。ダメだ、難しすぎる。新人を怖がらせてしまう。今日はハッピーもう狙いません。ハッピーが流れて飛んでも飛んだ先ではハッピーが表示されてないんです。運営にめちゃくちゃ苦情言ってるでしょ。マジか。
了解です。そういう状況な、もう意味ないもんね、実際に。イノシシを3匹狩る、これでは教会の連中が納得しないだろう。てかハッピー出した人からしてみたらたまったもんじゃないよな。そしたらな、おお君か、それにノエルも。こんにちは、サイリス様。今試験の内容を決めていらっしゃるのですか？ああ、それについて頭を悩ませててな。旅人が風魔竜の一件を解決してモンドの英雄になって以来、それに感化された大勢の新人が冒険者協会に加入したんだが、しかしそのほとんどが未経験でスライム一匹にも手こずる始末だから、協会は入会試験を設けることにしたんだ。それはいいことだと思いますが、そうすれば怪我をされる冒険者も減るのではないでしょうか？だが試験が難しすぎたら誰も加入したくなくなるだろう。詐欺にあった気分ですよ。そうよな、だってマジ課金したコイン、課金したコインでハッピー投げてる人もおるだろうしね。ガチめのやつよな。やばいよな。小さな問題になるわ。気力で何とかするべきだ。まったく教会の人間は何も分かってない。とにかくすでに2つの案がボツになった。今は俺が3つ目を作成中だ。難易度を現実的なレベルに抑えないとならん。誰か試してくれる人がいれば調整がしやすいのに。あのサイリウス様、私にやらせてもらえませんか？冒険者協会の入会試験とても気になります。お、まさか冒険者になるための試験に参加するってことか。それはよかった。ノエルなら最高難易度でも簡単に通過できるだろう。はい、ぜひとも一番難しい内容を。よし、それでこそ冒険者の心意気。じゃあ俺から入会試験のルールを説明しよう。まず冒険者はいつも団体行動をとる。だからこの試験では他の人に手伝ってもらっても構わない。旅人が同意してくれるならノエルと一緒に参加してもいいぞ。次に試験は3つに分けられる。冒険の基礎知識、サバイバルスキル、そして実践訓練だ。プチは福引き狙いである配信者さんのところに放置してます。了解です。この中の2つを通過できれば合格となる。もちろんノエルなら全部満点も難しくないだろう。おほん、最後に冒険者の勇気と根性を忘れないように、星と深淵を目指せ。星と深淵を目指せ。威勢がいいな。では早速一つ目の基礎知識の試験を始めよう。冒険者たるもの、豊富な冒険知識を持ってこそ様々な状況に対応できる。これから3つの質問をする。互いに話し合って答えを決めてくれ。第1問。冒険者は常に周囲の環境を把握し、必要な物資を確保する必要がある。ではタンポポの種、ドドリアン、風車アスター、イグサの4つのモンド特産のうち放浪量一体で取れないものはどれだ？放浪量、確か本にはググプラムがたくさんあると載っていましたが、他の特産についてこれといった紹介は。いいえ、考え方を変えなくては。この中で生存環境が特別で放浪量になさそうなのはドドリアンかな。水の周辺にしかないかな。残念。え？この問題の答えはそれじゃない。じゃあアスターかな。では第2問。冒険者は常に自身の経歴をまとめ、経験したことを記録する日誌を作成する必要がある。ある有名な冒険者がかつてリーユエの大地で探索をし、自分が経験した数々の出来事を記録した。彼が各地に残した日誌を参考にすれば、経験の浅い冒険者でも事前に危険を予知できる。ではその冒険者の名は。経歴をまとめ日誌を書く。どうやら冒険も勉強と同じで
自身を振り返る必要があるのですね。その冒険者についてはいつだったか本で見たことがあります。ドラゴンスパインにも彼の功績が残っています。彼の名前は、わからんって。残念、惜しかったんだがな。まあそんなに落ち込むな。最後の一問は気軽なものにしよう。モンドの冒険者にとって最も恐れをなす秘境、伝説の無風の地、そこは怪人の海。耳鳴りするほどの静寂、その禁忌たる地の名は怪人の海、無風の地。もしかして、わからんって。なんでこんな、難しくない？全くわからんけど、多分これどっちかなんだろうな。残念、不正解だ。冗談でわざと外したのか。やはり問題が難しすぎたのか。ノエルですらこんなに外すとは。ま、あまり気にするな。こんな覚えるだけのもの、冒険に何の役にも立たない。だが、次のサバイバルスキル試験は、こんな簡単にはいかないぞ。カメネスさん、ハッピーありがとう。5、4、3、2、1。はい。はい、はい、はい。55、ありがって。でかっ。1/3。おさんと取られるよ。何人ですか？3人。ほんまにきついです。思わぬバグでした。このタイミングでバグやめてほしいよね。今週ただでさえ不安定なのにね。今週大丈夫なんかな。ちょっと怖いよね。ちょっと不安定よね、ウィークリーがね。3分の1は達成できてるから、どうなんだろう。ちょっとまあ様子見んと言っても、でも明日なんよな。このタイミングでのバグマジやめてほしいな。しっかり準備してくれ。鹿狩りで待ってる。あー、お腹すいた。ウィークリーのクリアはなんとかなると思う。なんとかなるかな。それだけがちょっとどうなるんじゃろうっていうのは、どうなるかなーってずーっと考えてた。あれ、これ15も溜まってたっけ。刀は技を支え、匠は宝を有す。明日の発表はやめた方がいいですね。まあ、ちょっとウィークリーが最優先がありがたいかなと思っとんだけど、まあどうなるんかちょっと読めんよね。神里さんが70になった。神内さんが前半で送ってくださったので、そう、めっちゃ投げてくれたよね。3分の1達成できてんのでかい。残り分はいけるかと思います。いけるかな。このタイミングでバグほんとやめてほしいな。マジで。
から二つ目の試験を始めよう。星と深淵を目指せ。はい、課題をお出しください、サイリウス様。常に腹を満たし十分な食料を蓄えることは冒険者にとって最も習得する必要のあるサバイバルスキルだ。だから二つ目の試験は野外で緊急事態に陥った際、それを乗り越えるのに必要な食料を準備することだ。合格基準は以下の3つ。1つ、材料は野外から手軽に手に入れられるものとする。2つ、調理方法と材料はシンプルで利便性に富んだものとする。3つ、危機に陥った人を奮い立たせることができるものとする。心を熱くする美味しい料理を作るんだ。準備ができたら持ってきてくれ。ノエルの料理楽しみだな。ノエルの料理食いたいだけやん。材料が簡単で作り方も簡単、それに人を元気にできる料理ですか。先輩、何か思いつきますか。まあ、か非常食パイモンだ。モンド風焼き魚。非常食って答えてもいいのかな。非常食？食べたことありませんが、あまり具体的な料理ではないような気がします。他のを考えてみましょう。どこで覚えたかはわからないんですが、原神で2個レシピ新たに覚えました。ああ、なるほど、いいね。赤嶺さんお疲れ様。あとはハッピーありがとうね。モンド風焼き魚。モンド風焼き魚ですか。確かに魚のお肉一つと少しの胡椒だけでできますからね。では準備ができたら料理をサイリウス様にお届けしましょう。途中で何かもっといい案を思いつきましたら再度検討してみましょう。試験の時はあまり焦ってはいけません。持ってないかな今。準備できたのか。急がずもう少し準備してもいいんだぞ。あ、これしかない。これでいいかな。ステーキ。やはりそれこそ冒険者の選択。シンプルな材料、豊富なエネルギー、そして一番重要なのが火にかけて焼くだけ。緊急時でないときはしっかり味付けをすることでより美味しくなる。柔らかな歯ごたえ、そして溢れる肉汁、酒と一緒に食べるとさらにいい。そうなのですか。ワグマさんこんばんは。サイリウス様がお好きなら私もう何皿か作ってきます。そんなわけないだろう。ノエルの代わりに俺がお祝いをしてやろうと思っただけだ。二つ目の試験通過おめでとう。ではこれから最後の試験だ。しっかり準備して名官峡谷に来てくれ。名官峡谷どこ。これでもらってるわけじゃないんだ。なんか急激にお腹すいたんやな。そこ、雨大丈夫ですか。雨多分夕方くらいにね、何警報レベル3みたいなやつ出たけど、だいたい大丈夫だと思う。なんか土砂災害の危険性みたいな感じだって。でまあ土砂災害は大丈夫な地域だと思うんで、だっけ俺んところはとりあえず大丈夫かな。
ただ広島県場所によってはマジでやばいとこあったみたいね。星と神言を目指せ。これから最後の試験に向かうが準備はできたか。はい、準備万端です。よし、冒険者にとって最も重要なこと、それはもちろん実践だ。凶悪な魔物、危険な機械、敵に対峙した時こそ血が騒ぐってもんさ。ハッピーパソコンで表示のバーが出てます。あ、出てる出てる、あの上に出てくるやつだろう。え、あれハッピーよね、やっぱりハッピーなんかな。なんか昨日か一昨日くらいから管理画面にも出てくるんよ。ニュースで雨ですごく大変そうです。雨はな、なんかずっとダラダラちょっと強めに降ってるね。そうで、なんか長く強め、ちょっと強めくらいの雨がさ降り続けると地盤が緩んじゃうじゃん。でそれで土砂がやばそうな感じになっとんじゃろうな。そう、なんか川とか土砂とかが、まあ、今回の警報は土砂で出てたっぽかったけど、で一応ネットで調べて自分が住んでる地域は、まあ、大丈夫そうだったから、まあ大丈夫かって思ってはおるんだけど、撮るための赤いバーです。スマホではそれが出ないんです。ああ、なるほど、そういう、いかんね。これが最終試験の内容だ。この付近をさまよっている遺跡守衛を迅速に倒すこと。俺はここで見てるから、しっかりやってくれよ、ノエル。はい、必ず合格してみせます。あ、撮るための赤いバーが出ないの、それはダメだね。そのルームに飛んでいざゼロになった時に取るためのバーが出ないってことだろう。それはまずいね、意味ないよね。遺跡守衛を迅速に、あ、ちょっと待って、ノエル、いやこれも順番が、わあ、もうなんかいつも順番一緒にしてるからノエルの場所がおかしくなると、裁きを受けよ。全部ずれるんや。危な、遅すぎってこと？やっぱりできませんでした。手のひらに汗をたくさんかいて、心臓もドキドキしてしまい、訓練の時と同じことをすればいいのに、どうしても失敗を恐れてしまって。そうなんです、チャット欄に表示されたのをたぐりながらタップしかできません。なるほど、何日か来なかっただけでよくわからないことになってます。宝箱って何ですか？あ、わかんない、あれでしょ、ヘッドライン、これ何なの結局。この上にさヘッドラインっていうのが出てさ、一回獲得ってなるじゃん、あるじゃん、あれ何。ティリエルさんいらっしゃい、何かよくわかります、誰もわかってないんだよ。わかんない。でなぜか配信者の俺のところにも表示されるっていう。その結果目の前の課題をうまくこなせなくなってしまいます。ですがそれを試験で発揮できなければないのと同じことです。もしかするともっと訓練が必要なのかもしれませんね。試
験準備はまだ足りない。え？あれで終わり？っていう一つのエンディングなのかな？あ、ちょ、待って、やばいやばいやばい。なんだろう、イベント、あ、これ解放されたよってやつかな。これいちいち確認せにゃいけんのかな。これでいいんかな。光りっぱなしになってると気になるんだよ。まだ仕事が残っているんだ。君は。宝箱に関しては一応説明がありました。読んだらすごかったです。すごかった、ね、お得ってこと？どういう意味のすごい？2万億って5000が訪れた人で当たるらしい。2万億って5000が訪れた人で当たる。じゃあ飛んだ方がいいってこと？でもまあ 俺はあれだもんな。あのヘッドラインっていうので出とるやつでね、なんか毎回さ、あのあれが違うんだけど、なんか宝箱っぽい表示のもあれば、なんか灰色っぽいあれもある。それによってこう内容が違うのか。宝箱2回開けて2回とも外れだってなるほど。2段階の抽選らしいです。ほう、へえ、まあ当たるとでかいんだ。休むといい。僕は仕事に戻ろう。やべ、サイリスを探すところからになるんだ。やば、3時間になった。ちょっとデータ取ろうか。14369。この1時間497。なんか今俺にマイクラを期待してる人っておるんかな。なんか時々さやってみるじゃん。でもなんかよくわかんないんだよねよくわかんないっていうか、なんかやってもなんか別になんかこう、あ、マイクラだから来ましたみたいなこともないじゃん。マイクラだから来ましたみたいな人も特にいない感じもするし、なんか時々やった方がいいんかな、どうなんかなとかと思ったりするんだけど、でもやっても別に誰も特に別にどっちでもみたいなことなのであれば、まああの、なんて今特にさ再生数ちょっと取らんといけんからさ、生活的にね的まあ原神やろうかなってなるんだけど、でやってんだけど、なんかその時々やった方がいいのかなとかと思ってやっても、まあ、別にみたいな感じがするから、まあだったらね、まあ原神やっとこうかなってなるんだけど、多分やってもやんなくてもどっちでもいいよっていう感じだよね多分。宝箱の当たったコインがハッピーの上限とは別だと嬉しいです。それだと狙うかっちゃう。ああ、そういうことか。それだったらね、まあ、でもありえるよね。福引きも別扱いだもんね。これどっからやり直すことになるんだろう。
ここで最初のあの質問のところからかな。遺跡守衛を3体倒す。ダメだ、難しすぎる。新人を怖がらせてしまう。最初からやん。イノシシを3匹。うわ、最初からやんこれ。こんにちは。やば。しかし、それはだが試験小さな傷くらい。とにかくすでに2つ。あの冒険者協会。お、ま、それは良かった。はい、ぜひとも。よし、それまず。冒険者は旅人が同意してくれるなら次にこの中の2つを通過できれば、うん、ほん、こっからなのやべえな。冒険者たるもこれから第1問では、タンポポの種、ドドリアン、フーシャースター、イグサの4つのモンド特産のうち放浪量一体で取れないものはどれだ。イグサはあるんだよな確か。アスターかな。アスターがタンポポの種だと思うよな。放浪量だ、いいえ、考え、タンポポ。残念、違うんか。では第2問。冒険者は常に自身の経歴をまとめ、経験したことを記録する。ある有名な冒険者、彼が各地に残した日誌を参考。経歴をまとめ、その冒険者についてはいつだ。これはサイードじゃなかったんやな。全くわからん。残念。最後の一問は、そこは。これも絶対わからんやつだ。どっちにしたんだろう、これ。これにしよう。残念。ま、これはわからん。しっかり準備。これあれ、毎回あれなんだな。てかステーキか魚が一個ずつ減っていっちゃうよね毎回。では今から、はい、課題。常に腹を、だから一つ、二つ、三つ、心を熱く。先輩、ステーキですか。確かに緊急事態の時に獣肉さえあれば調味料なしで作れます。では準備ができたら料理をサイリス様にお届けしましょう。途中で何かもっといい案を思いつきましたら再度検討してみましょう。試験の時はあまり焦ってはいけません。お、準備で。これでステーキ、シンプル。サイリウス様がお好きなら二つ目の しっかり準備。これでいくと、でここであれを入れようか。狙って倒す方が早いのかな。あ、ちょっと待って、ちゃうか。間違えた。これでいくか。狩り開始。弱点狙うの苦手なんだよな俺。じゃけいつもご利用していくんだけど。さんたち帰っていくときはバタバタしましたが、やっぱ寂しかったです。次はいつ会えるかわからないんですから。また小3の孫がすぐに泣いちゃうんよね。それには弱いです。可愛らしい。それはグッとくるよね。しかもまたこんな時期じゃけほんまそうなんよな。次いつ会えるかわかんないみたいなので、さらにね。
星と信念。あ、はい。よし、凶悪なマップ、これが最初。俺はここで。はい、かな。さあ、行くぞ。1分70秒以内。いやこんなんやりおる場合じゃないな、やっぱ。違う。ゴリ押しでいけないもんかいな、これ。弱点いかんでもいけるやん。危ねえ。先輩、やりました。普段の努力の賜物だよ。いえ、以前は試験となると緊張してしまっていました。訓練の時と同じことをすればいいのに、どうしても失敗を恐れてしまって。やりましたね、やった。危なかった。ちょうどギリ、ちょうどギリってか、弱点狙わない方が俺の場合はいけたな。いやでもあれも良かったんかもしれない。リオナの氷元素を当てて、その後雷元素を当てたら、こう元素反応が起きて、あの敵のなんていうの、多分あの物理耐性かな、あのが下がるんよ。でそれでリルクでいってるから、普段よりダメージ与えれてたんかもしれない。それでいけたパターンはあるわな。あと1回目は俺時間制限のことを見てなくってから、割とのんびりやっちゃったから、それも良くなかったんだよな。急げばまあいけたな。戻ってきたか。その様子だと、この3つの試験、君たちにとっては楽勝だったようだな。では冒険者協会入会試験の結果を発表する。無事合格だ。あと少しで満点だったんだが、惜しかったな。やめよ。しかし天気ですら満点を取れないなら、この試験の難易度はやはり少し調整した方がいいか。天気どうなっと。よし、少し難易度を下げよう。まずはそれで新人を引きつけ、その後の段階で徐々に難易度を上げれば。満点ではなかったのですか。ひとまず試験合格おめでとう。早速キャサリンに手続きをお願いして。で、ノエル、どこがいけなかったのでしょう。改善できるところはないでしょうか。もう一度最初からやり直せば。あ、すみません、サイリス様。先ほどはなんと。少し考え事をしていました。その時間があれば、これから俺と一緒に教会へ。申し訳ございません、サイリス様。私は今試験の準備で忙しく、今回の失敗をまとめなければ、次こんな状況にあった時に天気悪すぎる。またミスをしてしまうかもしれません。
やはりまだまだ勉強しなければ。私先に図書館に戻って勉強してきます。モエル、もう合格したのになんで勉強を。少し間違えただけでそんな大げさにならなくても。今気がついたんですが、スマホでは画面にアイコンが何も表示されてません。不便です。画面にアイコン、アイコンって表示非表示の切り替えとかできませんよね。画面にアイコン、アイコンっていうのはチャット欄で自分のアイコンがってこと、見るためでってことかな。小学生のお孫さん、予想より大きくて驚きましたが、泣いちゃうのかわいいですね。ねえ、設定は分かんないな。一回見るダム閉じてまた入ると復活していませんか。試してみよう。試してみてくれ。ランクのアイコンとかです。いや、どうなんだろう。わからんな。ランク、レベルの表示の表示、レベルを表示するかどうかはあるんでしょ。レベルはランクってなんだろう。レベルのことであればあると思う。でも梅桃さんの表示されとるけどな。だけどバグってんのかもしれないな。俺が出した試験が彼女の精神面に影響を与えてないといいんだが、難易度をどう調整するか。エンジェルズシェアに戻って酒を飲みながら考えるか。ランクってミルダムのレベルのこと？であれば俺から見たら表示されとるよ。出てませんね。出てないの？どれのことを言ってんのかちょっとよくわからんんだけど。ん？これなんだ？入門試験か。アイコンが出てないですし。右側に縦にずらっと並んでいたのが2箇所だけになって横スクロールで福引きとかランクが出てきてます。右側に縦にずらっと並んでいたのがインターフェースが変わったってこと。ミルダムのアプリの更新、あ、確かに。え、さっきまで普通だったの？よく覚えてないんです。なるほど。そうね、一応アップデート出てないかだけ見てみて。アプリだけ？パソコンからは普通に出てんの？今回の模擬試験の結果をまとめて、これから読む本のリストを新しく整理しました。モンド地理情報、1分でわかるモンド冒険誌、これらがあれば知識がもっと増えるはずですね。モンド美食の旅、まさか野外においてこんなにもたくさんの調理方法があるとは思いもしませんでした。私はどうも勝手にアプリ更新されてるようです。ワグマさんは出てるってことよね。だったら、で、梅桃さんって iPhone よね。ワグマさんも iPhone かな。同じ条件で梅桃さんだけ出てないんだとしたら、おかしいもんね。あと、護身術、魔物と平和に話す方法、冒険者の戦闘方法もとても参考になります。ただ、
読むべき本が一気にこんなにも増えてしまいました。私読み切れるでしょうか。2回2個出て横にスクロールです。あれ、ワクマさんと同じ状態ではあるってこと？インターフェースが変わったっていうことかな。それが見にくいと。でもどうしようもないのかな。どうしようもないのかな。しかし万が一試験に出たら、遭難した冒険者の救助や冒険者協会との協力など、いざという時に後悔しては間に合いません。試験まで1秒たりとも無駄にはできませんね。私はアンドロイドです。多分そうだと思います。仕様かな？設定ができるかどうかはちょっと俺は分からんけど、まあ、設定画面開いてみて、なかったらもうないよな。残念のある入会試験。うわ、これパーフェクト出さないとこっち側のエンディング見れないっぽい気がするね。アップデート来てました。で、アップデートしましたが出てません。なるほど。仕様なんかな。誰だったっけ、エラマスクがヒルチャール号をねずっと研究しとんよ。